後藤一発毎日が本番始まりました。今日6月22日月曜日、雨ですね。昼の営業めちゃめちゃ寒かったです。まあずっこけました。はい、正直ずっこけました。なんでこの後今ちょっと動画撮ってで、この後ちょっと、夜もちょっと開けて来れてない人、まあ、あ、やってるみたいな感じで来てくれたらいいかなと思って、夜営業もやります。その前にまあ一本動画撮ります。今日は、会議って必要？そんな話をしたいと思います。今まで自分が勤めてきた飲食店で、会議だったりミーティングあった店1個だけですね。はい。で、まあそこは自分が店を経営する上で経営学を学んだまあすごい大切にしている場所ではあるんだけど、そこでの1週間に1回の会議がまああんま意味なかったなと。効率的じゃなかったんで、俺はその後から会議をしてません。ほぼしないです。で、会議ってなんでするのかな、なんでするのか、俺に謎なんだよね。その俺が嫌いだった会議、は、まあ売上の報告とか、まあ店舗がいっぱいあったから、そこの店舗ごとの、売上を言う、それさ LINE で済むよな。で、その1週間にあったことを話す LINE でいいな。うちの店では今営業が終わるたびに売上、あとお客さんが来た人数、あとそのお店に最後に来たお客さんが誰かっていうのと、明日必要なもの買い出しで、最後にその1日っていう営業を終えての感想、これをやってるのね。これを毎日共有し合ってるのね、メンバーで。で、まあその俺が前働いてたところもそれを全部やってた。だから他の店舗が昨日最後に来たお客さんとかもメールとか見ればわかるし、で、まあその日あった事件なんかあっちゃった、なんか泥酔した何々さんって人がいて、今度からはちょっと入れない方がいいと思うと。2杯目ぐらいまでは普通だったんだけど、4杯目5杯目ぐらいになってからなんか豹変したとか。そしたらそれはもう共有できてるからいいじゃん。以外にみんなで集まって頭並べて話す必要ってねえと思うんだよね。もうそれメールで全部共有できてるから。それでもちょっとわからないなってことがあったら直接聞けばよくない？その店舗のやつがそいつに直接で、以外の人は集まる必要ない。会議ってさ、喋んないやついいんじゃん。何それ？って思っちゃう。だけどそういうやつがいてもいいんでしょ？だから意見もないやつがいてもいいんでしょ？会議って。それ意味ないよ。今もう会議とかもう本当なくなって、それでコロナとかでズーム会議会わないで、この携帯でやり合うってやつあるでしょ。それがもう、まあ今浸透しつつある。で、うちのとんかつ屋さんに食べに来たお客さんで、いや、今からとんかつ食べてんだよ。だけど今からちょっと会議だからズーム繋ぐけど、まあ、あんまりしかとしといて、みたいな。え、俺たち喋ったらそれ聞こえちゃうんじゃないのとかって。いやいや、聞いてるだけだから大丈夫みたいな。だから俺の嫌いな参加しないタイプの会議の人をもう今ズームでもあるんだよね。とりあえず見てなきゃいけない。とりあえず見てるっていう超
謎な現象が起こったの。うん、だからそこの場にいても意味ない人がいる会議っていうのが意味ない。意味ないやつ呼ぶなよ、絶対喋んないやつ呼ぶなよって思う。だからやんなくていいと思う。でみんなのスケジュールっていうか合わせないといけない。まあその前働いてたところは夕方6時から3時まで、朝の3時までやりました、日曜日で。日曜日の3時以降、店終わってから会議が始まるんだけど、その会議が長すぎちゃって昼の12時とかまで行っちゃう。9時とかで、9時かブイーンとか言って意味ねえよー。で若いちょっと元気いいやつが35歳ぐらいのやつとかに噛みついたりするの。もう辛いよ。お前ダサいんだよと、売り上げへぼいよーみたいななっちゃって、そしたらまあどう思うっていう話になって、で20何歳とかのやつとかって何も言えないじゃん。で静かなやつもいるし、だけどお前どう思ってんだよこういうやつっつったら、いやダサいと思いますとか言って、俺何々先輩ダサいと思いますとかって若いやつが言わなきゃいけないみたいな。これね地獄ですよ本当に。そしたらその35みたいなやつもなんか若いやつに言われちゃってっからムカついちゃって、うん、泣いちゃったりしてるやつとかいたからね。照れるでしょ俺。だからねもう会議やりたくなくなったんだよね。地獄だったんだよ。で9時間とかやってっとマジもう働いた後の9時間もうバタバタみんな倒れてっちゃうよ。もう会議中に意味ねえだろ。最後生き残ったやつが誰かとかそんなもんじゃねえんだよ会議って。だから会議は意味ないよ。会議に何時間使うので、結局決まらない時あるじゃん会議で。9時間やっても答え出なかった時とかあるんだよ。じゃあまた明日から考えてやろうぜ。で会議って答えが出るまでやるもんじゃない時が多い本当に。でなんか喋るやつは喋るし、聞くやつは聞くだけだし、本当意味ねえからな会議って。そんなことしてんだったら直接会ってどういうことですかとか聞いたりして、それでコミュニケーション取った方がいい。みんなで集まって一人のやつ公開処刑してるとかマジで意味ねえから、無駄だから。だから会議ばっかやるやつとか会議大好きやろうとかはマジでしかとしろ、絶対意味ない。でその会議本当に大事ですかって聞いた方がいい。うん、だって嫌でしょ会議、嫌いでしょ。嫌いなことにマジで無理に時間割く必要ないから会議はマジやめろ。今日はそんな感じです。ごと一発、毎日が本番からの一発じゃんけんいくぜ。一発じゃんけん、じゃんけんポン、パーだなー。